ルビエシュフの戦い、またはルビエシュフコの戦いは、1577年4月17日、グダニスク反乱軍とポーランド・リトアニア共和国軍が衝突した戦い。1575年12月15日の国王選挙で、ステファン・バートリがポーランドをリトアニア大公に選出されたが、グダニスク氏はこれを認めず2年にわたって反抗していた。戦場は、 トチェフの西方、ルビエシュフこと現在のルビシェボトチェフスキエ付近であった。この戦いで多くの市民を失った反乱軍は大打撃をこむり、同年のうちに反乱は終結に向かうこととなった。ドイツ人傭兵隊長、ハンス・ビンケルブルフ率いるグダニスク軍は、傭兵やスコットランド人部隊により壊滅させられた。 グダニスク軍はその半数以上が戦死するか捕虜となり、野戦戦略は続行不可能となった。彼らはグダニスク市に撤退して牢城し、グダニスク包囲戦が始まった。1576年8月、ステファン・バートリは反乱鎮圧に向けて動き出した。2000人の兵を率いてマルボルクへ進軍し、グダニスク周辺を抑えて、市を孤立させる策を取ったのである。 1577年1月、ステファン・バートリは、トチェフをはじめとして、周辺都市を次々と落とし、グダニスクから1 5トルまで迫った。これ以降、王に危険を委ねられたヘトマンのヤンザ・ボロースキは、グダニスク軍や、それを支援するデンマーク海軍と戦い、グダニスクを海陸双方から封鎖した。冬の寒さと春の雪解けの間、戦闘は、 昇降状態にあった。この時間を利用して、グダニスク市のマグナートは4月、ドイツ傭兵、ハンス・ヴィンケルブルフと契約した。ヴィンケルブルフ軍がトチェフ近くのルビエシュフまで、進軍してきた時、ポーランド軍は、ハンガリー人、ワラキア人が、中心の不評1000人と1300機の、騎兵しかいなかった。対する傭兵軍は、ランツクネヒト3100人、 ライター機兵400機、その他の兵を合わせて1万から1万2千人の大軍であり、さらには7門の大砲と大ワゴンに乗せた30門の警報も持ってきていた。ビンケルブルフ軍の接近を知ったザボロースキは100人の不評をトチェフに残して残り全軍でロキトキから元ワバ川を渡った。ビンケルブルフはポーランド軍の動きを妨害するため200人の部隊を 送り出すとともに、こちらからも、元アバ川を渡って、ポーランド軍に、側面攻撃をかけるように軍を動かした。ザボロースキは、騎兵に部隊を差し向けてこの敵の動きを阻止しようと、したが失敗し、ビンケルブルフ軍は、とかに成功した。左翼側から迫る敵を止められないと知ったザボロースキは、ロキトキの橋を破壊した後、全軍で精神シルビエシフコのビンケルブルフ軍の、 元に向かった。戦闘が始まると、まず、ポーランド不評が敵の銃火を避けながら前進して、敵の大砲ダッシュに成功し、ビンケルブルフが持ってきた大砲が彼の軍を攻撃し始めた。ビンケルブルフは、ランツクネヒにパイクで敵を攻撃するよう命じたが、これはサーベルを抜いて突撃してきたポーランド不評に追い散らされた。なんとか敵の攻撃を防いでいた。 ランツクネヒト部隊も最終的にポーランドのフサリアニコ中隊の側面突撃を受け壊滅した。ビンケルブルフフ軍はグダニスクに向けて改装し始め、これを追ったポーランド騎兵はグダニスクの城門まで迫った。この戦いでグダニスク方は4400人が戦死し、5万人が捕虜となった。一方ポーランド軍の被害は戦死88人。 戦勝100人と極めて警備だった。ルビエシュフの戦いで、ポーランド軍は決定的な勝利を挙げたが、グダニスク氏は牢上を続けた。6月にステファン・バートリが到着して、包囲を強化したが、7月3日に上兵が包囲軍を奇襲して、ポーランド軍の大砲の3分の1を破壊した。ポーランド軍の総攻撃の試みも、堅固な城壁に阻まれ大きな損害を出して、 失敗した。さらに9月になると、ステファン・バートリは、ロシア・ツァーリ国との戦闘に向けて、兵を退き始めなければならなくなった。12月、両陣営は、マルボルク条約を結んで講和し、グダニスク氏が、王に20万ズオーティの賠償金を支払うことで、決着した。ルビエシュフの戦いは、ステファン・バートリの軍政改革によって生まれたポーランド、フサリア駅兵が最初に挙げた。 大勝利であった。これ以降、フサりアは少数で圧倒的多数の敵を破る輝かしい戦績を積み上げていくことになる。ありがとうございます。